はいみなさんこんにちはこんばんはここみチャンネルのショーが今日は技術の日本没落ロケット失敗のつけ世界の信頼急降下をお送りいたしますよろしくお願いいたします、まあ、つい先日ですね2023年の3月7日午前10時37分日本の種子島宇宙センターからですねエッチ3ロケット打ち上げをしたんですよ ま、発射の様子、先ほどから画像にアップさせていただいています。まあ、あの、打ち上げは、最初は成功かと思われたんですよね。しかしですね、まあ、あの、打ち上げ成功でみんな喜んでいる最中第2弾ロケットの着火ができなかったんですよね。 要するに電気系統に支障があったのか何なのか、まあ、原因は全くわからないんですが、とにかく第二弾ロケットに着火ができず、そのまま着火ができないと落っこってきちゃうんですよ。で、まあ危ないということで、どこに落ちるかはわからないじゃないですか。破壊しました。指令破壊といって、まあ爆薬が積んであるんですね。で、そのスイッチを入れて、まあ空の上空で爆破。粉々にして、 海の上にということで大失敗。これはね、あのとんでもない失敗です。ありえないんですよいや。ちゃんと点検してきちんとやっていれば、うまあないですね、この失敗はね。で、あの今回のことで、まあ、世界中が、まあ、日本はもうだめだろうというふうになっています。これを言うと、日本の人、怒る人もいますよ。いや、そんなことはないよって。いや、そんなことはあるんですよ。 だいたい2022年10月にね、イプシロンロケット種子島から打ち上げてる、これも失敗しちゃったんですよね。で、さらに2023年2月17日、まあ、こ今回の、まあ、ロケットと同じものなんですけど、打ち上げようと思ったら、電圧がいきなりゼロになってしまって、どこがどうなったかわからない、まあ、点火できない状態、で、発射ができなかったんですよね。 で、失敗が続いていて、よしじゃあ3月の7日ということで、午前10時37分、H3 ロケット再び打ち上げたんですよ。そしたら、第二弾ロケットに着火できず、もう指令破壊、爆破。これによって JAXA、JAXA というのはですね、JAXA と書くんですけれども、宇宙航空研究開発機構という機関なんですよ。 ここの信頼っていうのは真っ逆さまです。あの、これどうしようもないんですよ。もう取り返せないでしょうね。3回連続の失敗なので、もう無理だと思うんですね。これは。で、えー、種子島で、まあ、ロケットをね、開発する。あの、なぜ開発してるかっていうと、2つあるんですよ。これはあんまり、あのー、公にはなってないですよで。2つの目的があって、1つは、まあ、外国からですね、 あの中東とか南米でやっぱり衛星が欲しいんですよ。だけど打ち上げる技術が今一歩なかったり、コストが高かったり、技術的にちょっと追いつかなかったりで、他の国に頼むしかないんですよね。例えばブラジルでもまあ衛星欲しいんですよ。要するに自分のところの衛星で、携帯電話だったりね、GPS だったり。 気象だったり、いろんなことをやりたいわけですよ。みんなね。その衛星がまあ打ち上げてくれる国っていうのを探してるわけですよ。コストが安くて。それを受け負いたいんですよね。すごいあのお金になるんですよ。そのために開発しているというのは一つ。それは表の理由ですよね。表裏一体。物事っていうのは何でも表裏一体なんですよ。裏の理由というのはまあロケットを開発してまあ武器転用ですね。 まあ、しまいには弾頭の何か積んで、まあ、ぶっ放すと。防衛ですね。まあ、いざ戦争になったら、まあ、その防衛力プラス攻撃力のためのロケット開発というのをしたいということですね。まだその2面あるんですよ。その2面があって、まあ、今は、まあ、表側だけを公表しながらやっているんですよね。まあ、当然表裏一体なんですよね。まあ、どこの国もそれは同じなんですけど。 え今回のことで、まあもう日本のロケットはダメだというふうな楽園を押されてしまいました。で、そこですかさずですね、北朝鮮が営業をかけ始めたんですよ。で北朝鮮、あの、ロケットをかなり飛ばしてるじゃないですか。一回も失敗してないんですよ。もう一回もここ2年間は全く失敗していない。で、国家プロジェクトで、あの、 まあ北朝鮮がね、ロケットを打ち上げて、で、とうとうですね、あの朝鮮中央通信、KCNA というところがあるんですけども、そこでですね、北朝鮮の国家宇宙開発局のパク・ギョンス副局長さんがですね、えー、営業を展開し始めたんですよ。世界に向けて。要するに運搬ロケット用の あのまあ、ロケットですね、を開発、で、大出力エンジンで、あの日本の種子島から打ち上げたロケットよりもあの、荷物をね、重い荷物を打ち上げることができると、もうそれには成功しているんですよ、実験は成功しています。ですから、あのまあ、北朝鮮のね、宇宙技術、非常にこう優れたものになっていると。 で正式にですね皆さん知らないかもしれないから勝手に打ち上げてるわけじゃないんですよ。北朝鮮っていうのは、えー、っと14年前ですかあの国際的宇宙条約にちゃんと条約加盟してるんです。で、宇宙技術競争に参加してもいいっていう認可をもらってるんですよ。ちゃんとね、あの国連からで。で、ちゃんと正式にあのロケット開発をしているんですよ。 あれ勝手にどんどんなんかミサイル撃ってきてるようなニュースになってるじゃないですか、日本で。あれ違うんですよ。あの、ちゃんと認可もらって、あの、要するに宇宙にロケットを打ち上げていいですよっていう世界的な、あの、認可を受けてやってるんですよ。だから別に、あの、欧米でもそうですけど、南米でも、あの北朝鮮がロケットを打ち上げて、いや、ひどいよっていう批判は一回もないですよ。だって、あの、認可受けてるんですから。 あの、ロケットを開発してるだけなんでね。別にあの、日本を狙ってるなんて言ってないし、日本を狙って飛んできたことなんか一回もないんですよ。いや、日本の上を飛びまして、それは上飛んだけど、だってあの、上空、200キロ、300キロ上空ですよ。300キロ上空。300キロ上空って、普通飛行機って、あの、10キロ上空飛んでるんですよ、大体。300キロ上空なので、 もう日本の上空なのか、どこなのか分かんないんですよ。だからまあ、あの、それぐらいのまあロケットを開発して、まあ、運搬用で、あの、世界の衛星をね、軌道に打ち上げるロケットで、あの、まあ、うちは引き受けますよっていう声明を発表したんですよね。これ、タイミング的にはとてもいいんですよ。あの、気象衛星、通信衛星、まあ、国土管理衛星。 災害防止などの様々なジャンルの衛星を打ち上げることができると。で、これはあの実際できるんですよね。で、安いんですよ。で、あのもう南米だとか中東の一部の国は北朝鮮にじゃあお願いしようというふうな今話し合いをしています。だから北朝鮮としてはまあ願ったり叶ったりですね。日本のロケット失敗がね。本当は日本の方にあの中東の国も あじゃあ、日本に衛星打ち上げてもらおうかなっていう風になってたんですけど、全部キャンセル、あのこんなに失敗が続くと、あのこの失敗がつあ,のあると、日本にお願いしていた今回の国も、えじゃあ、他にお願いしようかなって言っても、また今から他にお願いしても、北朝鮮にお願いしても、もう他の人たちが、他の国が北朝鮮にお願いしてるのであの、順番待ちになっちゃうんで、3年ぐらい先になっちゃうんですよ。 じゃあ、日本でもう一回って言っても2年ぐらい先なんですよね。だから、あの、プロジェクトが2年、3年、この、あの、失敗のおかげで遅れてしまうわけですよ。全部玉突きみたいになってね。あの、事故の、ま、調査も入るでしょうし、原因調査ね。それにも時間がすごいかかるんですよね。だから、一応、中止っていうか、停止みたいになっちゃっているんですよ、今。うん、だから、 これは、ね、日本のロケット開発っいうのはまあ致命的。で、なんでこんなことが起きたのかということですね、今回のテーマ。で今回のテーマ、なんでこんなことが起きたのかということなんですけど、まあ、今回のようなことが起きると、すぐにまあ妄想が働いてしまって、あの北朝鮮とかどっかの国が何か仕掛けたんじゃないかとかね、それは絶対ないです、それは。そんなことありえないし、ないんですね。そうじゃなくて、日本の技術が衰退しているんですよ。で、なんで衰退しているかっていう、まあ、理由、原因を今からお話しします。 えー、これはですね、あのーまあ、私個人の身近な話を例にとってお話をするんですよ。で私が15歳ぐらいの時に、あに、うちのおじさんが、まあ、あの一部上場企業の建築会社の部長で働いてたんですね、でも部長なので、まあ、別にそんなに、あのー、なんか一生懸命現場で働く必要ないんですけど、いあ,のあらゆるそのビルの建設、マンションだとか大きいビルの建設現場を管理していたんですよ。で管理していてい あの台風が来たんですね、ある日ね、夏、覚えてますよ、8月だったですね、で、台風が関東に来るっていうので、ちょうどね、神奈川県の横浜あたりの現場、大きい駅前の現場で、ビルを建てていて、まあ、いいホテルのビルですよね、あのそれを建てていて、でそれで、まあ、日曜だったんですよね、土曜、日曜に台風が来ると、まあ、土曜、日曜、休みなんですよ、でゆっくり、普通だったら、今だったら絶対ゆっくりしてるじゃないですか。 今現代の人だったら土曜日曜台風が来て、まあ、現場抱えてても、休みだからなって言って、まあ、心配だけどテレビ見て、いや直撃か大丈夫かなぐらいじゃないですか。そうじゃないんですよね。当時の人って、うちのそのおじさんは、ちょっとお前も来いよって言って、あの、アルバイト代出すからって言って、え、何って言ったら、横浜の現場見に行きたいんだと。その時東京にいたんですよね、その人は。東京の中野あたりだったんですけど、中野から、 あの、車で行きたいから、ちょっと出てこいよって言われて、あ、いいよって言って、あの、5000円やるからって言われて、まあ、ひょ、ひょこひょこ出てったんですよ。15歳で、ま、5000円ってすごいので、1日に。で、一緒に車に乗って、横浜の現場、まあ、嵐ですよ、もう。もう台風来てるんでね。で、うわ、すごいね、風があっ,って、うんって言って。え、今日休みじゃないのって言ったら、いや、休みなんだけど気になってしょうがないから、 あのもう一っ点検したいんだって、でまだあの作,りたあの作ってる途中なので、現場なので、エレベーターも何もないんですよ、で階段でぐわーっと上まで、十何階建てですけど、もう上まで登って、一番上から点検したいんだって言うんですよ。であの、シートが貼ってあったりするんですけど、網とか、台風の風よけのね、でそれがしっかり閉まってるかどうかも見たいって言って、で2人で上まで登って、まあ、ちょっと緩んでるところもあったんで、しっかり閉めたりとか。 で今だと、要するに15歳の私を、そういうところに行って、今だとうるさいじゃないですか。事故にね、その、たかがその中学生ぐらいを、そんなところに連れてって、中学3年生をね、あの、事故に巻き込まれたらどうするんだとかね、もしなんかあったらどうするんですか。当時そんなことないんですよ。何にもない。そんなこと考えてなくて。私も、あの、そんなビルで、なんか足滑らせるような、まあ、あの、もう当時、猿みたいに運動神経良かったですから、そんなことありえないと思って、 もう全然何の問題もなく、まあ一緒に行って、まああっちこっち、もう本当、あの、猿飛び、サスケみたいにぴょんぴょん飛びながら、あの、まあ緩んでいたところをしっかり締めて、まあうちのおじさんも一生懸命やって、で、あの、ずっと上から、あの、1階までね、で、点検して、よし。もう3時間、4時間ぐらいでしたよ、でも。で、5000円もらって、う、やったーとか言って、で、そんなの日常茶飯事だったんですよ。 要するに土曜日だろうが日曜日だろうが責任感を感じたら行動するんですよ。で、昔の技術者もそうだったんですよね。もう休みとか関係ないんですよ。家でこれができなかったらいや、ちょっとなって言って考え続けるんですよ。で、もう出社しちゃう人もいるんですよ。もう工場長とか工場に行っちゃってね、誰もいないのに一人で仕事したり朝早くから夜遅くまで。そんな人ばっかりだったんですよ。 ミスは少なくなるんですよ。それをすると。だけど、今違うんですよ。今、情熱燃やして、俺は技術者として一人前になるんだっていう人、いますよ。いるけど、すごく少なくなってるんですよ。だってみんな、あの、ね、さっき、あの日本もダメだって言ったら、いや、そんなことない。日本の技術はまだまだだって言う人いるかもしれないけど、どこにその根拠があるんですかないじゃないですか。自分たちの身の回り見たらわかるでしょう。 自分たちの身の回り見て、よし、俺一流の技術者になるんだって情熱燃やしてる人何人いるんですか身の回りに。私の身の回り今ほとんどいないですよ、若い人で。そんな情熱燃やしてる人。でも昔はいたんですよ。だから技術力、それに比例してるんです。絶対に。情熱にね。比例するんですよ。で、技術、技術とか言って言葉だけ先行しちゃって、日本の技術は落ちているんです、今。落ちてます。 それは情熱に欠けてるからなんですよ。これってね、大事なことだと思いますよ。だから、一生懸命ね、情熱燃やしやってらっしゃる方もいますよ。いるんだけど、そうじゃない人が増えてしまってね、今の若者もそうかもしれないですけど、あの、中年の方ぐらいもそうでしょあの株だとかね、為替だとか、楽してね、スマートフォン一つで儲けようと思ってる人多いじゃないですか。 そういう社会になっていけばなっていくほど技術力とか教育力って落ちるんですよ、必ず。落ちていくんです。でもそれは言ってもわからないですよ。そういう頭になってしまってるんでね。うん、だからまあ今回のロケット失敗という原因は、私はそこにあると思っています。これは。誰のせいでもないです。これはね。 何かが欠けたんですよ。欠けているんです。欠けていっているんですね。日本の。これは重要な問題であり、まあ、ちょっと考えさせられるね。私自身もそうですよ。だからね。あの、人のことばっかり言ってないですよ。私自身もそう。あの、それを保ち続けなきゃいけないんですよ。だけど、なんだろうね、あの、なんかあの、大谷選手が今来てるじゃないですか。日本にね。で、ホームランをかっ飛ばして、なんかね、あの、 膝をつくようにしてホームラン打ったじゃないですか。で、あれを見て、もう野球やめたとか、もう無理だとか、大谷選手すごすぎて、自分なんか、なんか全然ダメな人間だとかね。そういうツイートが多かったんですよね。見たんですけど。いやいや、おかしいですよね。だって、え、関係ないじゃないですか。だって、普通はあの野球好きだったら憧れて、いや、大谷選手みたいになるんだと思うんじゃないですか。だけどみんなね、多いんですよ。いや、もうダメだと。 あんな人がいるんだったら怪物だとかね、化け物だとか、自分のやってる野球は何だったのかとかね。いや、それって野球が好きでやってるんじゃないでしょ、そしたら。だって一郎見たらわかるじゃないですか。そんなに体格だって良くないし、大きくないし体も。でも彼ってすっごいじゃないですか。野球が好きなんですよ。野球が好きなんですよ。一郎は。大谷だってそうですよ。別にあの、 お金がすごいもらえるから、よし、野球頑張ろうって思ってないですよ。いや、結果的にそうなってしまってますよ。当然、あの野球を追求していったら、それはね、あの1年間に何十億っていう風な金額になってるんだけど、彼らそうじゃないんですよ。お金を目指してやったんじゃなくて、結果がお金になっただけなんですよ。でも、それが分からずに、何十億にもなるから野球選手になるんだって。 バカげた目的を持ってる若者って多いと思いますよ。まあ、まずね、そういう人たちは一流の野球選手にはなれないんですよ。だって考え方間違ってるじゃないですか。野球が好きだから野球をやるんでしょサッカーが好きで好きでしょうがないからサッカーやるんですよ。でもこの話をしても、まあ多くの人がね、いや、そんなこと言ったって現実問題、やっぱり契約金とか、やっぱりそういうのって目的になるじゃないですかって。いやいや、絶対ダメなんですよ。でもこれ何か言ったってわかんない人はわかんないんですよ。 だから衰退していくんですよ、どんどん。サッカーの好きな人はサッカーが好きで好きでしょうがないからサッカーやってたら急、急にのもうなんだか知らないけどどんどんやってたらお金が入ってくるようになっちゃったってことなんですよ。みんなそうですよ。一流の人はね。でも一流じゃない人はお金のことばっかり考えてね、あの契約金いくらになるんだとかね。まあそれはもうダメになっていく。だから今回のね、この JAXA のロケットって やっぱりなんかお金がどうのこうのとかね、あの、まあ、いろんなことなんですよ。あの、本当にこう情熱燃やして一生懸命やってったら失敗は少なくなります。やっぱ自分で勘も働くしね、一生懸命やってるとね、何か欠けてしまった日本人のなんか国民性の何かが出た、まあ、全員じゃないですよ。全員が、あの、日本人全員がダメだとか言ってるじゃないですよ、それは。それ誤解ですから、そうじゃなくて、あの、とにかく多くなってきたということですね。 で、それって変えないといけないですよ。そうじゃなくて、自分の好きなことをやりたいことで一生懸命やっていけば、まあ、いつの間にかお金は大丈夫。あの生活できるようになりますんでね。まあ、そのつもりで、ちょっと自分のね、あの、若い人はね、目的に向かって、僕は私はこれやるんだっていうのを見つけて、突っ走っていただきたいと思います。ということで、今日は、技術の日本没落、ロケット失敗のつけ世界の 信頼急効果をお送りいたたししましたチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。